three, two, one. 漫画で学ぶ日本の会話術。漫画1、自己紹介する。はじめまして。韓国から来た、キム・チョルハクと申します。はじめまして。文学部2年の高橋恵子です。 キムさんもこの大学の学生ですかい,いえ今英福日本語学校で日本語を勉強していますそうですかああのー、はい失礼ですがもう一度お名前をあ私は高橋です高橋。しああ高橋さんですねどうぞよろしくお願いします 漫画2、人を紹介する。うさん、友達はできたうん。いろんな人といろんな話ができたわ。そう、よかったね。あ、山本先生。こんにちは。よー、マークさん。先生、こちらは同じ寮に住んでいるうさんです。そうですか。 こちらは僕のゼミの先生で山本教授先生はたくさん本をお書きになっているんだよへえはじめまして中国から参りました張歌と申しますよろしくお願いいたしますはじめまして山本です 漫画さん。誘う。四月の終わりから五月の初めは。休みの日が多いんですね。うん。ゴールデンウィークっていうの。旅行したり、出かけたりする人が多いのよ。へえ。ちょうさんもどこかへ行くんですか。うん,うん。別に。そうですか。 さんはディズニーシーシへ行ったことがまりまうか？うん、うん、ディズニーランドは行ったことがあるんだけどじゃあ一緒に行きませんか僕も行ってみたいんですよいいわよそうだマークさんや高橋さんも誘いましょうよいいですねそうしましょう僕高橋さんに電話してみます 漫画4、断る。はい、高橋です。もしもし、キムですけど。あ、キムさん、こんにちは。こんにちは。あのー、高橋さん。5月3日にみんなでディズニーシーへ行くんですが、 高橋さんも行きませんかえっと、5月3日ですかああ、ごめんなさい。3日はちょっと用事があって。ダメですかええー、友達と約束があるんですよ。残念ですけど。そうですか。夜もダメですか みんなで食事するんですけど。あ夜だったら大丈夫です。そうですか、よかった。じゃあ、また連絡します。漫画語、引き返す。朝昇竜って本当に強いわね。そうですね。昨日も勝ちましたね。朝 朝青龍、モンゴル人のお相撲さんのことよ。へえー、そうですか。高橋さんは相撲が好きですかうん、大好き。一度本物を見に行きたいなって思ってるの。そうですか。私も本物は見たことがありません。えー、本当じゃあ今度一緒に見に行かないええー。 お願いします。あ、ぼ、僕も行きます。漫画6、意味を聞く。あのー、相撲のチケットを買いたいんですが。はい、日にちはいつですか ?5 月18日ですけど、まだありますか ありますよよかったあのチケットはいくらですか末席と一席がありますがどちらですか末席末席って何ですか4人一組で靴を脱いで座る席ですそれはいくらですかひマスず3万6800円からですえぇ、ー 高いんですね。漫画7省略して話すキムさん、どうしたの元気ないね。ええー、この間のテストがすごく悪かったんですよ。40点だったんです。そう。 そう。でも、次のテストを頑張ればいいじゃない。そうよ。次は頑張らなくちゃ。頑張らなくちゃ。頑張らなくちゃってどういう意味ですか頑張らなくてはいけませんの意味よ。なくてはいけませんを短く言うと、なくちゃになるの。へえ。 そういうの、他にもありますかうん。ているが、てるになったり、てしまうが、ちゃうになったりするよ。面白いですね。僕も使ってみたいな。そうそう。その調子で頑張って。 漫画8、友達言葉で話す。一緒に飯食わない飯食わないよし、明日行ってみよう。あの、高橋さん。今度の金曜日、ひ、暇うん。あの、 俺と一緒に飯食わないえー、一緒に飯食わないどうしたのえ変うん,うん。突然男っぽい言葉になったからびっくりしちゃった。そう。友達言葉を使った方がもっと親しくなれるかと思って使ったんだけど。 じゃあ、これからは友達言葉で話してね。え、あ、ありがとうございます。あ、ありがとう。漫画 Q、ソフトに視聴する。ねえ、夏休みにみんなでどこか行きたくない いいね行こう行こう。う海はみんなで海で泳ごうよ。ええー、私は山がいいわ。海は行きたくないわ。あ、そう。高橋さんはうーん、海もいいけどね。山の方がいいかも。そ、そう。あ、でもどっちでもいいわ。 漫画10。女子でニュアンスを伝える。キムさんは水泳が好きなのうん。海の近くで育ったからね。夏は毎日泳いでたよ。私は全然泳げないの。私も実はあんまり得意じゃないの。じゃあ、山にしよう。 どこの山へ行こうか。富士山はどう私、まだ行ったことがないの。いいわね。私も富士山がいいわ。キムさんはどこの山がいい僕も、富士山でいいよ。キムさん、やっぱり山は行きたくないえそ、そんなことないよ。行きたいよ。 そう、それならいいけど。漫画十一。手伝いを申し出る。大丈夫ですか。荷物お持ちしましょうか。ありがとう。でも持てるから大丈夫よ。い,いえ、私がお持ちしますよ。 ここでいいわどうもありがとういえ向こうまで持ちますよ私も向こうへ行くところですからそうじゃあ助かったわ本当にどうもありがとうどういたしましてじゃあお気をつけて。 漫画12、丁寧に申し出る。秋にゼミ合宿をしようと思うんだけど、誰か計画を立ててくれる人はいないかな先生、私にやらせていただけませんかお、マークさん、やってくれるかいはい。 この間友達と旅行に行ったんですけど、とても良かったので、今度は自分で計画を立ててみたいんです。そう。じゃあ、お願いするよ。去年の資料があるから、後で私の研究室に来てください。はい。漫画13。敬語の種類。 先生、お持ちしましまょうかあらありがとうんさん日本語が上手になったわねありがとうございますでもまだまだです秋休みはどこかへ行ったのはいキムさんたちと富士山へ参りましたとても楽しかったですその時は敬語を使わないで「行きました」でいいのよ じゃあ、参りましたはどんな時に使うんですか相手に関係のある話をするとき。例えば私が、陣さん、明日9時に学校へ来てくださいと言ったらはい、参ります。そうそう、本当に来てね。先生、明日はお休みですよ。 漫画14敬語の使い分けすみません6時で予約した高橋ですがお待ちしておりましたどうぞこちらへ下駄箱の番号札をお持ちくださいあどうも。 美味しそう綺麗ね食べるのがもったいないくらいお刺身の盛り合わせでございます。こちらのタレをお付けになってお召し上がりください。すみません。この花、なんて言うんですか奇凶でございます。秋の花なんですよ。よろしかったらお持ちください。え いいんですかキムくん、よかったわね。でも意外、花が好きなんて。えへへ。あ料理がない。漫画15。丁寧語を使うポイント。すみません。 表のアルバイトの広告を見たんですが、外国人でも大丈夫ですか日本語ができれば問題ないよ。中へどうぞ。失礼します。お忙しいところすみません。えーっと、国はどこ学生さん台湾です。日本語学校の学生です。週に3、4日は働けるの。 はい。午後からなら、いつでも来られますし、土日でも大丈夫です。日本語は大丈夫みたいだね。じゃあ、履歴書持ってもう一度来てよ。履歴書、ここにあります。おお、準備がいいね。漫画16。尊敬語と謙譲語を使うポイント。 人事部長の上杉様と二次のお約束で参りました。マーク・デイビスと申します。マーク・デイビス様、二次のお約束ですね。どうぞこちらへ。上杉は間もなく参りますので、こちらにおかけになってお待ちください。ありがとうございます。 いやーお待たせしてすみません。い,いえ、お忙しいところ申し訳ありません。人事部の上杉と申します。マーク・デイビスと申します。よろしくお願いいたします。どうぞおかけください。ありがとうございます。早速ですが、簡単な自己紹介と、 当社を死亡される動機から伺わせてください。はい。マーク・デイビス、オーストラリア人です。今、東西大学の3年生でマーケティングを専攻しております。研究テーマは漫画17、頼む。 先生、すみません。あのー、ちょっとお願いがあるのですが、休みの間に商品広告と購買意識について論文を書くつもりなのですが、参考になる本を紹介していただけないでしょうか。商品広告と購買意識か。例えば、どんな内容が必要なのかな はい。広告効果について、年代別に分析した事例が書いてある本を読んでみたいのですが。そうか。わかった。探しておくよ。ありがとうございます。お忙しいところ申し訳ありません。いやいや。論文楽しみにしているよ。 漫画18、断る。ンさん、新しい部屋は見つかったのはい。学校の近くにいい部屋があったんです。来週の土曜に引っ越すんですが、キムさん、手伝ってもらえませんかうーん。来週の土曜日か。 その日はアルバイトがあるんだよ。ごめんね。日曜日なら大丈夫なんだけど。そうですか。私、来週の土曜日は空いているから、お弁当を作って持っていきましょうか。え、本当ありがとう。あ、ぼ、僕もアルバイト、休んでもいいけど。 漫画19、褒める。明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。恵子さん、着物がよく似合いますね。とても綺麗です。日本人形みたい。 ありがとう。毎年お正月には着物を着るのよ。さあ上がって。わあ、美味しそう。すごいごちそうですね。どれから食べようか迷ってしまいます。これはね、おせちといってお正月に食べる料理なのよ。 お口に合うかどうかわからないけれど、たくさん食べてくださいね。はい。いただきます。漫画20、謙遜する。今日はお父さんはいらっしゃらないんですか急な仕事があって会社に行っているのよ。 キムさんたちに会いたがっていたんですけど。そうですか。大変ですね。とても優しそうなお父さんですよね。そうね。だけど、仕事人間で、家のことは何もしないのよ。へえ、そうなんですか。今日は、どうもありがとうございました。 お料理も本当に美味しかったです。また遊びに来てくださいね。お父さんがキムさんと将棋をしたいって言っていたし、キムさんとても強いんですってね。い,いえ、とんでもないです。お父さんに比べたらまだまだです。漫画21 アドバイスをもらう。先生、ちょっとよろしいですかあら、何バレンタインのチョコのお返しは何をあげたらいいでしょうかまあ、キムさんチョコもらったのええ。そうね。キャンディーを送るってよく言われているけど。 キャンディーですか。うん。でも感謝の気持ちが伝われば何でもいいと思うわ。そうですね。難しいですね。じゃあ、キャンディーと花を送ったらどうそうですね。そうします。漫画22アドバイスをする。 先生、インターネットと広告というテーマで論文を書こうと思っているんですが、資料が足りないんです。どこへ行ったらいいでしょうかうーん、インターネットと広告か。じゃあ、広告科学研究所に行ってみたらどうあそこならたくさんあると思うよ。ぜひ一度行ってみるといいよ。 広告科学研究所ですか。そこは本を借りることもできますかいや、貸し出しはしていないと思ったが、資料のコピーはできるよ。係の人に頼めばいいんだよ。そうですか。今度行ってみます。どうもありがとうございました。漫画23 すみませんを使い分ける。あ、すみません。い,いえ。どうもすみません。い,いえ。恵子さん。これバレンタインのお返し。ええー。そんなのいいのに。ごめんね。これ。 かかったでしょけいこさんどうして謝るのえ日本人は悪いことしてないのにすぐすみませんとかごめんなさいって言うけどどうしてあ、それはありがとうの意味なのよ気を悪くさせたらごめんなさいほらまた言ったこれは本当のごめんなさいよ 漫画24漢字のいい謝り方ええー、留学うんこの春から韓国に留学することにしたのどうして言ってくれなかったんだよごめんなさいまだはっきり決まっていなかったから決まったら言おうと思って 隠そうと思ってたんじゃないの。そうなのか。私キムさんと知り合いになって、もっとキムさんの国のことを知りたいって思ったの。そう。うん。じゃあ、頑張ってきてね。ありがとう。向こうからメール送るね。うん。相談しなくて、本当にごめんなさい。いや。 気にしなくていいよ。ありがとう。キムさん、行く前に韓国語教えてくれるもちろん、いいよ。漫画25人にさせられるダニエルくんはこの机を使ってください。近藤くん。 ダニエル君にいろいろ教えてあげてくれ。はい。はじめまして、近藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ダニエル君最初の仕事は場所取りを頼もうかな。場所取り花見の場所を取ることだよ。じゃあ、あとは近藤君に任せたよ。 毎年近くの公園で花見をするんだけど、場所を取るのが新人の仕事なんだよ。去年は僕がやらされたんだ。へえ、花見ですか。いいですね。いや飲み物を買いに行かされたり、歌を歌わされたり、大変だよ。えー、そうなんですか 漫画26。上手に自己紹介する。ビールですか今、お持ちします。お次します。綺麗な人だなぁ。おい、ちゃんと働けよ。あ、はい、すみません。誰だったかなぁ、あの人。じゃあ、 この辺で新人に自己紹介してもらおうか。まずはダニエル君から。え自己紹介。セルフイントロダクションだよ。こんにちは。あ、こんばんは。私はダニエルちゃんです。えっ、ー、と、あのー、 こうやるんだよ。自己紹介させていただきます。沖田翼と申します。英福大学出身。大学では法学部で。よろしくお願いいたします。自己紹介させていただきます。私はダニエルちゃんと申します。 カナダのバンクーバーから参りました。漫画27条件や理由を言う。すみません。部屋を探しているんですけど。はい。あ、外国の方ですか。すみません。うちは外国人の方はちょっと。 そうですか。大家さんが外国人には部屋を貸したがらないんですよ。ごめんなさいね。ああ、そうですか。あ、はあ、部屋を探すのって、こんなに大変だとは思わなかったなあ。あ、あそこにも不動産屋がある。 いらっしゃいませ。あ、あのー、外国人なんですけど、借りられる部屋ありますかええー、ありますよ。どんな部屋をお探しですかああ、よかった。駅から近くて、便利で静かで、家賃が6万円ぐらいの部屋がいいんですけど。えーっと、 これなんかいかがですかエアコンもついてるし、隣が公園で静かだし、日当たりもいいし、ちょうどいいと思いますけど。漫画28できることを言う。この部屋、今見られますかええ、見れますよ。ご案内しましょうか。 はい、お願いします。今はどちらにお住まいなんですか千葉です。社長の家にいるんですが、そろそろ一人暮らししてみようと思って。そうですか。あ、着きましたよ。明るくていい部屋ですね。 この部屋は衛星放送も見れますよ。ここはいつから入れますかすぐ入れますよ。じゃあ、ここにします。漫画29アドバイスを求めるすみません。隣の部屋のものですが、 はい。はい。こんにちは。隣に引っ越してきたダニエルと申します。よろしくお願いいたします。わざわざありがとうございます。中村です。困ったことがあったら何でも言ってくださいね。ありがとうございます。あのー、 ゴミはどこに出せばいいですかこのアパートの前の青いネットのあるところよ。燃えるゴミは水曜と土曜。燃えないゴミは金曜日。それから木曜日は瓶や缶などの資源ゴミの日よ。そうですか。ありがとうございます。それと201号室なんですが、 いつも留守なんです。挨拶したいのですが、どうしたらいいでしょうああ、田中さんね。あの人はいつも夜遅いからね。挨拶のメモを書いて、郵便受けに入れておいたらどうかしら。あ、そうですね。そうします。どうもありがとうございました。 漫画30お願いをする。なんだこんな夜中にうるさいなちょっと静かにしてくれませんかあーん。昨夜も隣がうるさくてよく眠れなかったよ。 ああ、眠い。ああ。ああ。すみません。僕のシャツが風で飛ばされちゃったんですけど、撮ってもらえませんかあら、ちょっと待ってて、撮ってくるわ。はい、どうぞ。ありがとうございました。 あの、中村さん。夜、田中さんの部屋がうるさくて困ってるんですけど、どうしたらいいでしょうかそうね。大家さんに行ってもらったらどうああ、そうですか。そうですね。そうします。あ、202号室のダニエルです。 すみません。201号室の人が夜中に大きい音で音楽を聴いていてうるさいので、静かにするように言ってくださいませんか漫画31注文するいらっしゃいませ。何名様ですか五輪。5<人>こちらへどうぞ。 ご注文はお決まりですかみんな、とりあえず、ビールでいいかなじゃあ、生ビール5つ。それから、ソーセージの盛り合わせ2つと、じゃがバター3つ。それと、この焼き鳥は1皿何本ですか ?3 本です。じゃあ、2皿ください。それから、 ここは、餃子が美味しいそうですよ。へえ、そう。じゃあ、餃子を5人前ください。とりあえず、そんなところで。はい、かしこまりました。漫画32、情報を伝える。 ねえねえ、知ってる営業の木戸さん、今度結婚するんだって。へえ相手は杉並電機っていう会社の人だって。それがね、どうも出来ちゃった結婚らしいのよ。えー、えほ、ー、んと本<当>あのー、出来ちゃった結婚って何ですか 妊娠したから結婚するっていうことだよ。ああ、なるほど。できちゃったっていうのは、子供ができちゃったっていうことか。最近日本では多いのよ。そういえば、キムタクもヒロスエもそうだったよな。統計によると、この頃は結婚するカップルの4組に1組が、 できちゃった結婚だそうよ。漫画33予約する。来週、木戸さんの結婚式だから、その前に美容院に行っておかなくちゃ。 はい。部屋歩くでございます。あの、予約したいんですけど。ありがとうございます。担当のご指名はございますかえ担当ご指名あの、初めてなんですけど。あ、失礼いたしました。では、いつのご予約ですか明日の6時は空いていますか 申し訳ありません。その時間は予約でいっぱいなんですが。じゃあ、あさっての6時だったら、どうですかあさってでしたら空いております。じゃあ、あさっての6時にお願いします。はい。それではお名前をお願いします。はい。ダニエルちゃんです。それでは、あさっての6時にお待ちしております。 いらっしゃいませ。あのー、6時に予約したダニエルですが。お荷物をお預かりします。シャンプーをしますのでこちらへどうぞ。漫画34。髪型の希望を言う。今日はどうなさいますか友達の結婚式があるので、 少し髪をスッキリさせたいんですけど。長さはどうなさいますか伸ばしたいので、揃える程度にしてください。こんな風にしたいんですけど。素敵ですね。じゃあ、ストレートパーマをかけた方がいいですね。それから、カラーリングもしてみたらいかがですか顔が明るく見えますよ。 それはいくらかかりますかカットとストレートパーまで14000円。カラーリングが6000円。全部で2万円になります。2万円。じゃあ今日はカラーリングはいいです。前髪はどうなさいますか眉毛が隠れるぐらいにしてください。 このくらいでよろしいですかそうですね。もう少し短くしてください。それからもう少し空いてください。これでいかがですかええ。とってもお似合いですよ。漫画35お礼を言う あ、坂本不動産の。あら、こんにちは。どうしてここに坂本不動産は父の会社なんです。でも、普段は神父の恵ぐみさんと同じ会社で働いているの。おい、あ、ほ、本日はおめでとうございます。ありがとうございます。 こちらにご記帳をお願いします。あ、木戸さんのご両親だよ。本日はおめでとうございます。あら、近藤さん、来てくださってありがとうございます。新人の沖田君とダニエルくんです。沖田です。本日はお招きいただき、ありがとうございます。 ダニエルです。木戸さんにはいつもお世話になっております。こちらこそ、工事がいつもお世話になっております。漫画36、スピーチをする。新郎新婦のご入場です。木戸さんやるなぁ。 いつの間にあんな素敵な人を見つけたんだろう。神父は杉並電機の人だって言ってましたよね。神父友人席はどこかなあ、あそこですよ。綺麗な人が多いな。受付をしていた人もいるね。クミさんって言うんだ。おい、大丈夫か お前、スピーチするんだろうあ、そうだった。それでは次に、新郎の会社の同僚であります、ダニエルちゃんさんにスピーチをお願いしたいと思います。頑張れよ。あ、は、はい。ただいまご紹介に預かりました、新郎幸二さんの会社の後輩で、 ダニエルちゃんと申します。木戸さん、めぐみさん、ご結婚おめでとうございます。また、ご両家の皆様にも心よりお祝い申し上げます。漫画37、親しく話す。 合コンそう。明日、杉並電機の人たちと合コンするんだ。ダニエルもどう明日の晩、何か予定あるい,いえ、別に。よしじゃあ行こうすみません。遅くなっちゃって。 ダニエルさんってどこの国の出身ですかカナダです。へえ、でも顔はアジアっぽいですよね。中国系のカナダ人なんです。子供の頃は香港に住んでたんですよ。あ、そうなんだ。私も小学生の時、ちょっとだけ香港に住んでたことがあるの。え、本当香港のどこ もう忘れちゃったけど、海の近くだった。うーん、どこだろう漫画38話題を選ぶ。くにさんは休みの日とか何してんのうーん、自転車乗ったり、友達とバーベキューしたり、私って 結構アウトドア派なんですよ。へえ。じゃあ、今度みんなでバーベキューしようよ。海とか行ってさ。いつがいいかな。ちょっと、向こう行ってきますね。あ。まさかダニエルさんも来るとは思わなかった。よく合コンしてるのううん。 先輩に連れて来られたんですよ。なんだ、そうなんだ。私も人数合わせで来たの。いいお店ですね。料理も美味しいし。うん、そうね。ダニエルさん、和食大丈夫なの大丈夫。何でも食べられるよ。今度、いい店教えてよ。うん。あ、 そうだ、一緒にめぐみさんの赤ちゃんへのプレゼント買いに行かないうん、いいよ。マンガ39提案するたくさんあるね。どれがいいかなそうね。 これなんかいいんじゃないかわいいし。いいね。ピンクと青があるけど。女の子だからピンクはどうそうだね。これにしよう。ご自宅用ですかえご自宅用い、いいえ。違います。あの、 贈り物にしたいんですが、かしこまりました。おのしをお付けになりますかええ、お願いします。おのし表書きはご出産祝いでよろしいですかはい。漫画40商品を交換する 4,980円になります。あの、これ一週間前に買ったんですが、ここにシミがあったんですけど、取り替えてもらえないでしょうか。大変申し訳ございません。レシートはお持ちでしょうか。ええ。新しいものを持って参りますので、少々お待ちくださいませ。 姉の子供にプレゼントしたんだけど、買った時はシミに気がつかなくて。お姉さんがいるんだ。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。漫画41生き方を聞く すみません。のぞみ5号に乗りたいんですが。のぞみ5号は、14番線からの発車になります。どうも。いえ。すみません。清水寺へ行きたいんですが、どのバスに乗ったらいいですか清水寺ですか。ええー、と、206番のバスで行けますよ。3番乗り場です。 どうもありがとうございます。いいえ。次は東、東山七条。東山七条。すみません。清水寺へ行きたいんですが、降りるのは五条坂でいいでしょうかええ、五条坂で大丈夫ですよ。ここから二つ目です。ありがとうございます。いいえ。 漫画四十二話しかけるすみません。これは何ですかお守りです。これを持っていると、その人を悪いことから守ってくれたり、願いが叶ったりすると言われています。へえ、そうなんですか。すみません。 写真を撮っていただけませんかいいですよ。はい、チーズ。ありがとうございます。い,いえ、ご旅行ですかええ、東京から来ました。そうですか。京都は初めてですかええ、とても良いところですね。あのー、 今からお昼ご飯を食べようと思っているんですが、近くにおすすめのお店があったら教えていただけませんか私たちもこれからお昼を食べるところなんです。もしよかったら一緒に食べませんかええー、喜んで漫画43 症状を言う。ごちそうさま。あら、どうしたのそんなに残して。うーん、食欲がないの。お腹が痛くて。お医者さんに診てもらったらうーん。どうしましたお腹が痛いんです。 食欲もないし、下痢も少ししています。そうですか。いつ頃からですか昨日の朝からです。お腹のどの辺ですかはじめは胃のあたりだったんですけど、今は右の下の方です。どんな風に痛いんですか ズキズキするっていうか、歩いたりして動くと痛みが強くなります。ああ、そうですか。盲腸かもしれませんね。詳しく検査してみましょう。漫画44お見舞いを言う。え入院 そう、盲腸で入院してるんだって。で、病院はどこ失礼します。あら、愛ちゃん、ダニエルさんも。こんにちは。クミさん、具合、どううん、大丈夫。 一週間ぐらいって言われたから、あと二三日したら退院できると思うの。来てくれてありがとう。あの、これ。この間、京都に行った時、クミさんに買ってきたんだ。え、私にどうもありがとう。ど、 どうしたのなんか、ダニエルさんの顔見たら、安心しちゃって。あ、私、花瓶に水入れてくるね。じゃあ、そろそろ帰るよ。お大事に。うん、ありがとう。退院したら、すぐ連絡するね。 お騒がせしました漫画45注意する沖田のやつどうしたんだこの頃ずっとああだな。仕事のミスも多いし。失恋したそうですよ。合コンで気に入ってた女の子。 ダニエルに取られちゃったって。あ、そうなの。そうか。それでダニエルはここのところ張り切ってるのか。あ、僕手伝います。どうしたんだ、最近。え会議中もぼんやりしてるし、ミスも多いし。はあ、すみません。 ま、いろいろあるんだろうけど、やることはしっかりやらないとな。はい、すみません。ダニエル、ちょっとはい、何ですか昨日出してもらった書類だけど、間違いが多いぞ。え、そうですか近藤さんが早く出してくれって言ったから、 急いで書いたんですが。言い訳はいいから、もう一度書き直して。張り切るのはいいけど、仕事はもっと丁寧に、正確にやらなきゃダメだよ。はい、すみません。漫画46目上の人に謝る。 はい。亀山正治です。あ、誠企画の高杉部長。いつもお世話になっております。はい。え本当ですか申し訳ありません。はい。はい。ダニエルまだ誠企画に書類送ってなかったのか あ、すみません。亀山正治のダニエルと申しますが、高杉部長にお目にかかりたいのですが。少々お待ちください。こ、こんにちは。先日は申し訳ありませんでした。まあ、座って。 今回は大変ご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございませんでした。こちらのダニエルが書類をお送りする日を忘れておりまして、今後はこのようなことがないようにしてまいりますので、お許しいただけないでしょうか。うーん。まあ、今回のことはいいでしょう。 ただねダニエルさん。仕事はあなた一人でしているわけではないんでね。もっと全体のことを考えなきゃダメだよ。近藤さんも、そこんとこちゃんと教育しなくちゃダメだよ。はい。申し訳ありませんでした。あの、これ、お詫びの印といったら何なんですが。 漫画47。意向を述べる。よし。履歴書を添付して、送信。24日2時か。よし。今度こそ頑張るぞ。ダニエルちゃん様、お入りください。 はい。では、まず、我が社を死亡した理由を聞かせてください。はい。御社の事業展開にとても興味を持ちまして。最後に何か質問があったらどうぞ。はい。あのー、給料のことなんですけど、 いくらぐらいいただけますかそれはまだ何とも申し上げられませんね。近い将来結婚しようと思っているので、年収350万円ぐらいいただきたいんですが。そ、そうですか。一応聞いておきます。よろしくお願いいたします。失礼いたします。 漫画48意向を聞く。ダニエル、就職活動の方はどうだあ、近藤さん。それが、今まで5社受けたんですけど、全部ダメで、日本で正社員になるのって大変ですね。どんなことをやりたいの 営業の仕事をやってみたいと思ってるんですけど。そうか。近藤くんから聞いたんだけど、今、就職活動をしているそうだね。ええ。ワーキングホリデービザがもうすぐ切れるので。もしよかったら、うちで正社員として働いてみないかいえ クミさんと結婚してずっと日本に住むつもりなんだろううちで営業の仕事にチャレンジしたらどうだいほ、本当ですかありがとうございます。皆さん、いろいろとお世話になりました。ビザが取れたらまた来ます。それまでしばらくお別れだな。 私がいない間の仕事は大丈夫ですか大丈夫。新しく人を入れたから。今日ちょうど来てるよ。おい。あ、はじめまして。韓国から来た、キム・チョルハクと申します。はじめまして。頑張ってください。戻ってきたら、また一緒に頑張ろうな。 うん。ありがとう。それじゃあ、皆さん。また会う日まで、お元気で。さよなら。場所の名前。言葉。駅。学校。会社。 図書館、銀行、郵便局、病院、コンビニ、場所の名前、言葉と文、駅、駅で新聞を買いました。学校、 学校は何時までですか会社明日会社は休みです。図書館図書館で本を読みます。銀行銀行は9時からです。 郵便,局郵便局で切手を買います「病院タクシーで病院へ行きました「コンビニ」「コンビニで何を買いますか?」 言葉お父さん父お母さん母お兄さん兄お姉さん姉弟さん 弟、妹さん、妹、おじいさん、祖父、おばあさん、祖母、家族名称、言葉と文、お父さん、お父さんはお元気ですか

は大学生ですお姉さんお姉さんは学生ですか姉姉は会社員です弟さん弟さんはいくつですか 弟弟は14歳です妹さん妹さんはいくつですか妹妹は7歳で小学生ですおじいさんおじいさんはおいくつですか 祖父祖父は90歳ですおばあさんおばあさんはおいくつですか祖母祖母は2月で77です 書きます書いて。聞きます聞いて。行きます行って。泳ぎます泳いで。急ぎます急いで。会います会って。買います買って。吸います吸って。使います使って。手伝います手伝って。立ちます立って。 待ちます待って。持ちます持って。切ります切って。取ります取って。帰ります帰って。座ります座って。入ります入って。飲みます飲んで。休みます休んで。読みます読んで。呼びます読んで。遊びます,ん遊,びます遊んで。 死にます、死んで。貸します、貸して。消します、消して。話します、話して。二グループ。寝ます、寝て。見ます、見て。出ます、出て。起きます、起きて。食べます、食べて。教えます、教えて。 かけますかけて。疲れます疲れて。開けます開けて。つけますつけて。三グループ。しますして。勉強します勉強して。買い物します買い物して。散歩します散歩して。食事します食事して。 来ます。来て。て形パート2。一グループ。書きます。書いて。聞きます。聞いて。行きます。行って。泳ぎます。泳いで。急ぎます。 急いで、会います、会って、買います、買って、吸います、吸って、使います、使って、手伝います、手伝って、立ちます、立って、待ちます、待って、持ちます、持って、切ります、切って、取ります、取って、帰ります。 帰って、座ります。座って、入ります。入って、飲みます。飲んで、休みます。休んで、読みます。読んで、呼びます。読んで、遊びます。遊んで、死にます。死んで、貸します。貸して、消します。消して、話します。 話して。二グループ。寝ます。寝て。見ます。見て。出ます。出て。起きます。起きて。食べます。食べて。教えます。教えて。かけます。かけて。疲れます。疲れて。開けます。 開けて、つけます、つけて。3グループ。します、して、勉強します、勉強して、買い物します、買い物して、散歩します、散歩して、食事します、食事して、来ます、来て。 辞書系パートワン1一グループ会います会う買います買う吸います吸う手伝います手伝う行きます行く書きます書く聞きます聞く泳ぎます泳ぐ急ぎます急ぐ貸します貸す 消します、消す。話します、話す。立ちます、立つ。待ちます、待つ。持ちます、持つ。死にます、死ぬ。呼びます、呼ぶ。遊びます、遊ぶ。飲みます、飲む。読みます、読む。あります、ある。取ります、取る。 帰ります、帰る。座ります、座る。入ります、入る。わかります、わかる。2グループ。寝ます、寝る。見ます、見る。寝ます、寝る。います、いる。起きます、起きる。食べます、食べる。 教えます、教える。疲れます、疲れる。開けます、開ける。つけます、つける。三グループ。します、する。勉強します、勉強する。買い物します、買い物する。散歩します、散歩する。食事します、食事する。 います、来る、えー、辞書いパート2」1グループ「会います」「会う」「買います」「買う」「吸います」「吸う」「手伝います」「手伝う」「行きます」 聞く書きます、書く。聞きます、聞く。泳ぎます、泳ぐ。急ぎます、急ぐ。貸します、貸す。消します、消す。話します、話す。立ちます、立つ。待ちます、待つ。持ちます、持つ。死にます。 死ぬ、呼びます、呼ぶ、遊びます、遊ぶ、飲みます、飲む、読みます、読む、あります、ある、取ります、取る、帰ります、帰る、座ります、座る、入ります、入る、わかります、わかる、 二グループ。寝ます、寝る、見ます、見る。出ます、出る。います、いる。起きます、起きる。食べます、食べる。教えます、教える。疲れます、疲れる。開けます、開ける。つけます、つける。 三グループします、する、勉強します、勉強する、買い物します、買い物する、散歩します、散歩する、食事します、食事する、来ます、来る。 聞きます、行かない。書きます、書かない。聞きます、聞かない。泳ぎます、泳がない。急ぎます、急がない。貸します、貸さない。消します、消さない。話します、話さない。立ちます、立たない。待ちます、待たない。持ちます、持たない。死にます、死なない。 飲みます飲まない。読みます読まない。呼びます呼ばない。遊びます遊ばない。取ります取らない。帰ります帰らない。座ります座らない。入ります入らない。わかりますわからない。ありますない。会います会わない。買います買わない。 すいます、すわない。手伝います、手伝わない。二グループ寝ます、寝ない。見ます、いない。出ます、出ない。います、いない。起きます、起きない。食べます、食べない。教えます、教えない。疲れます、疲れない。 開けます、開けない。つけます、つけない。三グループ。します、しない。勉強します、勉強しない。買い物します、買い物しない。散歩します、散歩しない。食事します、食事しない。来ます、来ない。 パート2。1グループ。行きます。行かない。書きます。書かない。聞きます。聞かない。泳ぎます。泳がない。急ぎます。急がない。貸します。貸さない。消します。消さない。話します。話さない。立ちます。立たない。 待ちます、待たない、持ちます、持たない、死にます、死なない、飲みます、飲まない、読みます、読まない、呼びます、呼ばない、遊びます、遊ばない、取ります、取らない、帰ります、帰らない、座ります、座らない、入ります、入らない、 わかります、わからない、あります、ない、合います、合わない、買います、買わない、吸います、吸わない、手伝います、手伝わない。二グループ。寝ます、寝ない、見ます、見ない、出ます、出ない。 います、いない、起きます、起きない、食べます、食べない、教えます、教えない、疲れます、疲れない、開けます、開けない、つけます、つけない。3グループします、しない、勉強します。 勉強しない。買い物します。買い物しない。散歩します。散歩しない。食事します。食事しない。来ます。来ない。 今日は朝からいい天気で暖かい一日でした。はいいした私は日本人の友達と一緒に近くの公園へ行きました。公園,した公園には桜の木がたくさんありました。 私たちは桜の木の下でお弁当を食べました。たののしたそして、してサッカーボールで遊びました。ーーしたとても楽しかったです。学校は,学校は今日から4月9日まで春休みです。春休みに私は友達と一緒にいろいろなところへ行きたいです。 訪問時の会話どうぞ上がってください。お邪魔します。大したものはないけどどうぞ。ああ、美味しそう。いただきます。遠慮しないでたくさん食べてくださいね。ありがとうございます。でももうお腹がいっぱいです。ビールいかがですか ああ、もう大丈夫です。お構いなく。もうこんな時間ですか。そろそろ失礼します。今日はごちそうさまでした。また来てくださいね。気をつけて。ないを使った会話。 一番、行くうー、んうん、行かない。二番、一緒に行かないうん、行く行く。三番、今晩ご飯食べに行かないいいね、どこへ行こうか。 4番、あれ行かないのうん、ちょっと調子が悪くて。5番、ランチ一緒にどうごめん、今日は行けないんだ。 言葉、一番、月、釣り、机、強い。二番、靴、シャツ、鉛筆、解説。三番、暑い、靴や、質問、月曜日。 1> 文1番夏はとても暑いです2番1月1日月曜日3番ドーナツを作って食べました4番 教室で先生に質問します。5番大切な靴を磨きます。6番夏休みに釣りをするつもりです。7番いつも靴下を履いています。8番 別々に包んでください。言葉。 B グループ 1>, 1グループ。 2020年日本語教育能力検定試験合格するための本懲戒問題これから懲戒耳を作ろうを始めます。該当する部分を見てください。 紹介耳を作ろう。1アクセントの練習。問い1これから2つの言葉を聞きます。2つの言葉のアクセント形式が同じであれば S を。異なる場合は D を回答欄に記入してください。はじめに例を読みます。 例、山、川。アクセントは同じですから、回答欄に S と記入します。問題は1から8まであります。では、始めましょう。それぞれの語は2回読みます。 いちなら、みえ、なら、みえ。にゆめ、あさ、ゆめ、あさ。さんうまみ、うなぎ。 うまみうなぎ。4たた、たまごたばこ。5、はちが、うまが、はちが、うまが。 六、しっぷ、ッっと、しっぷ、よっと。七、しま大学、しまう大学。八、 広島岡山、広島岡山。2> 問いに、これから聞こえてくる言葉のアクセントの 下がり目を探してください。また、アクセントの下がり目がある場合は、どこにあるか特定してみましょう。はじめに、例を読みます。例<イ>。なら、アクセントの下がり目は、一拍目の後にありますから、回答欄に、例のように記号を書きます。 問題は1から12まであります。アクセントの下がり目がない語もあります。では始めましょう。それぞれの語は2回読みます。1、1> 見え、見え、 二<に>、人人。三、うさぎうさぎ。四料、料理料理。 五、<5 S 1> たてがみ、たてがみ。六、<6 S 1> スラッシュ、スラッシュ。七、<7 S 1> 気象庁、気象庁。 八、地名 <8 S 1> 的、地名的。九、<9 S 1> 六面体、六面体。十、<10 S 1> ロサンゼルス。 ロサンゼルス。十一。コラボレーション。コラボレーション。十二。十八番。十八番。 鳥海耳を作ろう。2プロサディの練習これから教師が学習者の発音を訂正します。学習者の発音上の問題点として最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。問題は 1>, 1から5まであります。5は答えを2つ選んでください。音声は2回繰り返します。1お,す1お元気ですかお元気ですかお元気ですか に、そうですか、わかりました。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 すみません、この本、どこにありますかどこにありますか すみません、この本、どこにありますかどこにありますか四。すみません、時刻表が見たいんですが時刻表が見たいんですがすみません、時刻表が見たいんですが 時刻表が見たいんですが。ここに。ここに。行ってください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 。 紹介耳を作ろう。3死因と母音の練習。問い1これから聞こえてくる2つの語はどこが違っていますか死因が違う場合は C を母音が違う場合は V を両方違う場合は CV を 回答欄に書いてください。1、リンゴ、ロンゴ、リンゴ、ロンゴ。2、皿、空<ら>、皿。

五、上書き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 。六、ニュース、ュース、ニュース、ニュース。七、

絶食絶食<触>絶食。これから練習問題を始めます。 練習問題1を始めます。問題の該当する部分を見てください。練習問題1これから学習者が文を言います。問題の下線を引いた部分について学習者が どのようなアクセント形式で言ったかを聞いて、該当するものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。学習者の音声は2回繰り返します。1番<段>。ねえ。 単二電池あるねえ、単二電池ある二段。2> 2<番>そうですが、新幹線でいらっしゃるのですね。そうですが、 新幹線でいらっしゃるのですね。三番もう少し自由時間が欲しいよね。もう少し自由時間が欲しいよね。 4番。あの、パプリカの歌、人気があるってね。あの、パプリカの歌、人気があるってね。5番。ああ、ミトコンとニアのことね。 ああ、ミトコンドリアのことね。六番。それって。問題発言じゃない。それって。問題発言じゃない。 練習問題2を始めます。問題の該当する部分を見てください。練習問題2これから教師が学習者の発音上問題がある箇所を言い直します。発音上の問題として 最も適当なものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。1番から6番まであります。音声を聞くのは一度だけです。1番 1> そのカバン素敵ですね。 母にもらったんです。母にもらったんです。2番。2> どうしましたかすみません。ゴミの捨て方がわからないんですが。 すみません。ゴミの捨て方がわからないんですが。3番。3> 来週の月曜は休みです。あ、祝日ですか。あ 祝日ですか ?4 番質問はありますか先生、お世界はどういう意味ですか先生、 おせっかいはどういう意味ですか ?5 番。ああ、この漫画面白いよね。え先生も読んでいるんですかえ 先生も読んでいるんですか ?6 番すみません、生姜焼きください。すみません、塩が焼きは売り切れました。 すみません。生姜焼きは売り切れました。練習問題3を始めます。問題の該当する部分を見てください。 練習問題3これから教師が学習者の発音上問題がある箇所を言い直します。発音上の問題として最も適当なものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。1番から8番まであります。 学習者の音声は2回繰り返します。1番そうですね、映画をよく見ます。見ますそうですね、映画をよく見ます。 2番あれタイム鳴ってるチャイムあれタイム鳴ってる 3>, ?3 番。 今日は、疲れましたね。疲れました。今日は、疲れましたね。四番。ごめん、そのまね、取ってくれる 豆。ごめん、その豆、取ってくれる ?5 番。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。 6番。わあ、きれいな花ですね。花。わあ、きれいな花ですね。7番。 子供の頃来たことがあります。子供。子供の頃来たことがあります。8番。自転車を修理したいです。 修理。自転車を修理したいです。練習問題4を始めます。問題の該当する部分を見てください。 練習問題4これから日本語を母語とする人と日本語を母語としない人の会話を聞きます。問いが複数あります。それぞれの問いの答えとして最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。 問いを言ってから会話が始まるまでに少し時間があります。その間に問いと選択肢を読んでください。会話の最初と最後にチャイムの音を流します。では始めましょう。音声を聞くのは一度だけです。 留学生と教育実習生が話しています。最初に話すのは教育実習生です。夏休みはどうでしたか楽しかったです。 いろんなところに。そうですか。よかったですね。どこに行きましたかあ、いろんなところです。特にレインボーリッジが綺麗でした。そして、他に名前わからないんです。ん名前レインボーブリッジい,いえ、他に名前がわかりませんが、ステイリウムでフットボールを見ました。日本、なしのゲームを。ああ、日本代表ん大日本代表の試合ね。面白かったですか 練習問題5を始めます。問題の該当する部分を見てください。練習問題5これから日本語学習者向けの懲戒教材を聞きます。問いが複数あります。 それぞれの問いの答えとして最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。問いを言ってから懲戒教材の音声が始まるまでに少し時間があります。その間に下に示した問いと選択肢を読んでください。 紹介教材の音声の最初と最後にチャイムの音を流します。では始めましょう。音声を聞くのは一度だけです。これから聞くのは日本語学習者向けの紹介教材です。音声を聞いてから 問いに答えてください。 日本人と留学生が日本人の名前について話しています。一番多い名前は何ですか日本人の名前、一番多いのは何か知ってるなんだろう、田中かなうん、田中じゃないよ。じゃあ、山本うー、違います。答えは、佐藤です。へー、佐藤なんだ。 問題。一番多い名前は何ですか ?A. 田中です。B. 山本です。C. 佐藤です。D. 佐藤です。 練習問題6を始めます。問題の該当する部分を見てください。練習問題6これから学習者が短い文を言います。その中に含まれる誤りの説明として、 最も適当なものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。音声を聞くのは一度だけです。一番彼は親切の人です。 2番 2> まだ昼ご飯を食べませんでしたこれから模擬問題を始めます問題1を始めます。 問題の該当する部分と例を見てください。問題 1, 1これから学習者が文を言います。問題の下線を引いた部分について学習者がどのようなアクセント形式で言ったかを聞いて 該当するものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。学習者の音声は2回繰り返します。はじめに練習として一つ例をやってみましょう。例 ここでも買い物はできますか答えは B です。したがって例のように B の部分をマークします。では始めましょう。1番から6番まであります。学習者の音声は2回繰り返します。1番えその話は初めて聞きました。え その話は初めて聞きました。二<番>集中力が続かないんだよね。集中力が続かないんだよね。

この冬は全国的に寒いでしょう。この冬は全国的に寒いでしょう。5番それは ないものねだりだよ。それはないものねだりだよ。6番。今日は玉川暮らし後の日だね。 今日は玉川暮らし後の日だね問題2を始めます問題の該当する部分と解答例を見てください 問題2これから教師が学習者の発音上問題がある箇所を言い直します。発音上の問題として最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。音声を聞くのは一度だけです。 はじめに練習として一つ例をやってみましょう。例。どうしたのバースが遅れたんです。バスが遅れたんです。 ここでは学習者がバスをバースと言っています。このように白の長さが発音上問題となっていますので答えは A です。例のように A の部分をマークします。では始めましょう。1番から6番まであります。音声を聞くのは 一度だけです。一番。これ、どこで買ったんですか自分で作ったんですよ。自分で作ったんですよ。 2番。2> ラグビー、どこのチームを応援しているのニュージーランドを応援しているんだ。ニュージーランドを応援しているんだ。 3番どんな仕事をしているんですか今はまだ学生です。4番 何かお困りですかすみません。新宿行きのバス停はどこですかすみません。新宿行きのバス停はどこですか五番 はい、ご注文は特製ランチをお願いします。特製ランチをお願いします。6番。ちゃんさん、何か用ですか 明日、休みたいんですか明日、休みたいんですが。すが問題三を始めます。 問題の該当する部分と回答例を見てください。問題 3, 3これから教師が学習者の発音上問題がある箇所を言い直します。発音上の問題として最も適当なものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。学習者の音声は2回繰り返します。はじめに練習として一つ例をやってみましょう。例<ー>。ハリーは開催員です。 会社員、ハリーは会社員です。ここでは学習者は会社員の社をさのように言っています。この場合、 下先が上の歯茎に近いところに接近しています。従って、その時の学習者の発音上の問題点は、概ね D のようになります。ですから、答えは D です。例のように D の部分をマークします。では、始めましょう。1番から、 8番まであります。学習者の音声は2回繰り返します。1番。なぜだか自然に泣けてきました。自然に。なぜだか自然に泣けてきました。 2番、2> 貯金中上がいっぱいになりました。通帳、貯金中上がいっぱいになりました。 3番電車からの景色が良かったです。景色。電車からの景色が良かったです。4番。 私は、柔道部に入っています。柔道部。私は、柔道部に入っています。5番。 わあ、すごい強烈ですね。行列。わあ、すごい強烈ですね。6番。来週。 姉が結婚します。結婚。来週、姉が結婚します。7番。りんごを半分食べました。 半分、リンゴを半分食べました。8番、おさの子さいさいってどういう意味ですか お茶の子さいさい。お茶の子さいさいってどういう意味ですか問題4を始めます。問題の 該当する部分を見てください。問題4これから日本語を母語とする人と日本語を母語としない人の会話などを聞きます。それぞれについて問いが複数あります。それぞれの問いの答えとして 最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。この問題には例がありません。問いを言ってから会話が始まるまでに少し時間があります。その間に問いと選択肢を読んでください。 会話の最初と最後にチャイムの音を流します。では始めましょう。1番から3番まであります。音声を聞くのは一度だけです。1番 1> 教師と学習者が話をしています。 最初に話すのは教師です。みんさん、カレンダーを見てください。試験まであと何日ですかあと6日です。そうですね。 あと6日です。 2番。2> ゼミで留学生と日本人の先輩が話しています。最初に話すのは日本人学生です。D さ 今日って何か予定あるみんなでご飯食べるけど、どう今日は6時半までバイトがあります。その後だといいんだけど、どうですかあ、じゃあ7時にしよっか。いいよ。大好き食べようかって話してるんだけど、どうん大好きんいや、食べたことないんだよね。だから食べようかって。そうですか。 いいよ、食べましょう。大好き、気になります。うん大好き、食べたことあるのうん、ないよ。 3番。教師と日本語学習者が授業の最初に話しています。最初に話すのは教師です。えー、今日のテーマは 私の国の食べ物ですが、マットさん、どうですかええー、日本の食べ物は小さいですが、高いです。ああ、そうですね。ちょっと高いかな。うん。えっとね、日本の食べ物じゃなくて、マットさんの国でどんな食べ物がありますかおー私の国はい。 私の国でよくパンと芋と肉を食べます。そうですか。米は食べない食べません。そうですか。主食は何ですかすみません。主食何ですかうーん、メインの食べ物。日本だと米ですね。はい。主食は、うーんー、肉そう パンじゃない？ 問題5を始めます。問題の該当する部分を見てください。問題5これから日本語学習者向けの懲戒教材などを聞きます。それぞれについて問いが複数あります。 それぞれの問いの答えとして最も適当なものを選択肢 A、B、C、D の中から一つ選んでください。この問題には例がありません。問いを言ってから懲戒教材の音声が始まるまでに少し時間があります。その間に 下に示した問いと選択肢を読んでください。懲戒教材の音声の最初と最後にチャイムの音を流します。では始めましょう。1番から3番まであります。音声を聞くのは一度だけです。 1>, 1番これから聞くのは日本語学習者向けの懲戒教材です。音声を聞いてから問いに答えてください。男の人と女の人が話しています。男の人は何時の新幹線に乗りますか すみません。京都まで大人一枚。指定席でお願いします。すぐ乗りますか今からだと10時25分が一番早いですが。あ、もう少し後のはありますか ?10 時50分か11時5分ですね。それだと京都には何時に着きますか ?11 時5分のだと1時20分頃の予定です。そうですか。 それだとちょっと遅いので、その前ので。わかりました。男の人は何時の新幹線に乗りますか ?A。10時25分です。B。10時50分です。C。 11時5分です。D 1>, 1時20分です。 2番これから聞くのは日本語学習者向けの懲戒教材です。音声を聞いてから問いに答えてください。大学の授業で教授が話しています。説明しているグラフはどれですか えー、こちらのグラフを見てください。このグラフは、外国語を学んでいる間の様子を表しています。横軸は学習時間、縦軸は間違いの量です。学習を始めた頃は、まだ話せることがありませんから、間違いの量も少ないのですが、時間が経つにつれて、 だんだん増えていきます。その理由は、言いたいことを外国語で言おうとして試行錯誤するからです。しかし、ある時期から、誤用、ええ、間違いの量は減っていくと考えられます。それは、できることが増えたことに加え、学習者がルールをうまく使って表現ができるようになっていくので、 語用が減るからだと言われています。このように学習者の語用の量はアルファベットの U を逆さまにしたような逆 U 字型になると言われています。説明しているグラフはどれですか 3番これから聞くのは日本語学習者向けの懲戒教材です。音声を聞いてから問いに答えてください。問題会社で山田さんと林さんが話しています。林さんがすることは何ですか リンさん、前田さんから電話があったら、要件を聞いておいてもらえないかなわかりました。山田さんはどちらにいらっしゃいますかこれから会議なんだよね。3時には戻れると思うんだけど、多分ないと思うけど、もしわからないことがあったら、リーチさんに聞いてくれるもうすぐリーチさんが戻るから。あ、わかりました。 そうします。うん、よろしく。じゃあ、行ってきます。リンさんがすることは何ですか ?A。前田さんに電話をかけて話を聞きます。B。リーチさんに電話をかけて話を聞きます。C。 わからなかったらリーチさんに聞きます。D わからなかったら前田さんに聞きます。 問題6を始めます。問題の該当する部分と回答例を見てください。問題6これから学習者が短い文を言います。その中に含まれる誤りの説明として、 最も適当なものを選択肢 A, B, C, D の中から一つ選んでください。音声を聞くのは一度だけです。はじめに練習として一つ例をやってみましょう。例<イ>明日 来るですかここでは学習者が来るを定年体にする際に動詞を活用させるのではなく名詞と同じようにですをつけて 来るですとしています。このように、名詞と動詞の混同が問題点となっていますので、答えは D です。例のように D をマークします。では、始めましょう。1番から8番まであります。音声を聞くのは一度だけです。 一段彼は電話してくれたとき、私はぐっすり寝ていました。二段<番>このお菓子は甘いで美味しいですから食べすぎました。 3番先生がドアの鍵を開いてくれました4番銀杏の匂いはとても強いです。 5番昨日道に迷ったんですが、あんな時どうすればよかったですか ?6 番新しい本こそ欲しいです。 7番。先生、何が飲みたいですか ?8 番。日本に来たのはロボットを研究したいと思いました。 これで、懲戒問題を終わります。